孫貧孫の間のあたりにて生まれる。本名及びその父をはじめとする家族については不明。若い頃、宝剣と共に兵法を学び、宝剣は義に仕官して、慶応のもとで将軍になることができた。しかし奉劇は孫貧に自分が及ばないことを感じていたので、偽って孫貧を義へと招待し、孫貧を騙して、罪に陥れ、慶と額に、 罪人の印である刑を入れる刑に処した。その後は、軟禁状態にあったが、聖の将軍電起が死者として、義へとやってきた際に密かに連絡を取り、その出発に合わせ車の中に隠れて、義を脱出することに成功した。聖では、滝の客となる。ある時、聖王と講師たちと滝が馬を三組ずつ出して、勝負する競馬を催した。孫品は、滝に対して、 上等の馬が出る競争に多岐の所有する下等の馬、中等の馬が出る競争に、上等の馬、下等の馬が出る競争に、中等の馬を出させることによって、多岐を二勝一敗させ、千金を儲けさせた。これに気を良くした、多岐は王に尊品を推薦し、王は尊品を、兵法の死と仰ぐようになった。義が蝶を攻撃し、蝶の東方医した。蝶は正に救援を求め、 西王は、滝を将軍とし、孫貧と共に派遣した。だが、孫貧は蝶に向かおうとする滝を、絡んだ紐を解くときはむやみに引っ張るものではなく、喧嘩を止めさせるときは殴り合いに加わらないものですと、途中で止め、義本国を攻めさせた。義の本国には弱小老兵が残っているだけだったので、蝶を包囲していた。儀の主力軍は慌てて、包囲を解き急いで引き返したが、強行軍で、 疲労困敗したところを西軍に攻められ大敗した。こうして孫品は長を救った。十三年の歳月が流れ、義賀保険を将軍として、官を攻めると、藩より整え救援依頼が来た。西王は孫品を首相、滝を副将にして、軍を派遣しようとしたが、孫品は滝を推挙し、滝が首相、孫品は副将となって官へ向かった。滝は、 前回同様、義の徒を攻めようとし、孫貧は、法権は同じ過ちを二度繰り返すものではなく、何かの備えはしているでしょう。しかし様子を伺わなければわかりませんので、義の徒に向かいましょうと答えた。孫貧の予測通り、法権も、さすがこれに備えて本国にも盛教な兵を残しており、西軍を足止めする一方、反攻略軍も引き返させた。 防衛軍と攻略軍で攻撃しようというのである。これを知った西軍は撤退するが、奉賢は打撃を与えるべく追撃する。撤退戦であれば追撃する側が圧倒的に有利だからである。しかし、孫貧は撤退するふりをしつつ、奉賢の義の兵は命知らずの猛者だが、聖の兵は臆病者だというおごりを逆手に取り、西軍の陣営の減追の数を前の日の半分。 次の日はさらに半分という具合に減らしていき、あたかも西軍に連日出す総兵が相次いでいるかのように偽装した。追撃する宝剣は、この無様な様子を見て中場呆れつつも勝利を確信し、あえて不評を後にし水から足の速い精鋭の騎兵を引いて、一刻も早く西軍を捕捉しようと図った。一方、孫貧は、その先の愛路である馬領の地で、仕込みを始める。 宝剣の部隊が日暮れに到達するであろう場所に木で、障害物を作り、側の木の枝に板を吊るして、宝剣士をこの木の下と書き記させた。そしてその道の両側に一万の兵を伏し、兵たちに、日没の後ここに火が灯るであろうから、それに向かって、矢をいいよと命じた。果たして計算通り、夜半になって当地に、宝剣が到着。障害物に止めさせられた際、 何やら書かれている板があると兵が言ったため、自らこれを読もうと松明の火を掲げた。これに、西軍の副兵が一斉に矢を放ち、暗中の義軍は大混乱に陥った。自らが負けたことを悟った宝剣は、水星樹脂の名と言い残して自噴、もしくは矢によりハリネズミとなり戦死。義の大使猿は捕虜にされた。司令官を失った義軍は西軍に蹴散らされることに、 なった。この、馬領の戦いの大勝利により、陛下孫品の名は天下に響いたと伝えられる。しかし、孫品のその後については、司書に記述がない。一説には、標報書を記していたとも言われている。また、大志公の記述によると世間で軍学について引用する場合、孫子十三編の書物を述べないものはないと言われている。よくこれを行う者は未だ必ずしもよく言わず。 よくこれを言う者はは未だ必ずしもよく行わずという言葉があり、これは孫子が法権を軽略に落としたのは明察である。だが刑罰の大きめきに遭う時の承知をあらかじめできなかったのは悲しいことであると評価している。孫品は孫部と同じく標法書を表したが、彼の標法は孫部の孫子と区別して蔡孫子などと呼ばれていたらしい。しかしながら、 次第に散逸し、あるいは現存する、孫子自体が、孫品の著作ではないかとも推定されていたが、1972年に、至って、山東省で、孫品の表した、標本書の地区間孫子が発掘されたことにより、孫子の著者ではないことが、明らかになった。この新出土の標本書は、孫品標本と名付けられている。ありがとうございます。